はい、皆さんこんにちは。今回言及させていただきたい何に関してかというとね、気になるニュースに関して取り上げさせていただいて解説させていただきたいと思います。今回気になったのは、FLN、プライムオンラインの記事ということで、 YouTuber に脅迫、就職決まり、妬みかということで、これに関してです。記事を読ませさせていただくと、8月6日、宮城、仙台市の男性会社員の住宅にガソリンを撒くといった脅迫メールを警察に送ったとして、新潟市の無職、上野智也容疑者21歳が逮捕されたということで、脅迫された家の30代の息子は、いわゆる YouTuber で就職を機に配信を止めていたということで、上野容疑者は就職が決まったことを妬んで犯行に及んだとみられ、いたずらであった。でやった、困らせてやろうと思ったと容疑を認めているということです。まあ、これ見てね、お前バカなのかっていうね言っちゃ思いたくなりますわ。で、結局これ、まあ、警察に送ったのも間違いなんだけど、どっちにしてもその本人に送ったとしてもね、今だから今よりこれって、まあ、プロバイダー開示して、いわゆる住所名前とか特定できるわけだけど、簡単にいわゆるそのなんつうんだろうな、よくあるんだけどね、住所、名前とか住所わからないでも匿名でやってねと思ってやってるんだけど、もう全てね分かっちゃうんだよね。だからそれを含めてこの21歳ということでやって、警察に捕まっちゃうということなんだけどね。だから本当にバカだなっていうふうに思ってしまいます。で、この YouTuber の男性がね、就職決まって就職したから配信をやめた、まあ、これをどういう、なぜそれをやめたから、だから妬んだ、就職を妬んだってことなんだけど、恥ずかしいね、妬むなんていうね、言葉を使うのダメだと思うんだよね。妬みなんていうのは、俺はほとんど妬みなんていう心はないんだけど、だからそこら辺がやっぱりダメなのかなって感じがします。もういったネット社会による弊害ね、自分自身も川崎登戸事件のね、勝手に犯人との写真というふうにね、被疑者死亡なんだけど、使われて不快な思いをします。一人は、いわゆるその丁重な謝罪ね、葬儀の段階で丁重な謝罪があったんで許しました、これ何もなく。もう一人に関しては、当初、まあ、消したんだけど謝罪がなく、そして、その後自分がそれに対してちょっと文句を言ったところ、逆切れということで反省の色がないと思って刑事告訴、民事でもと思ったんだけど、向こうは和解したいということだったんで、示談、いわゆる和解金を積んで、示談という形になりました。残り2名に関してはね、まあもうほぼ警察に伝えさせていただいて、代理人にね、全部頼んでるんだけど、まあ、日本帰国した後にね、全てやらさせていただきたいと思います。徹底的に逃げられませんから、場所とね、名前全部こちらで把握しますということで、まあ全部把握したらこちらでアップさせていただきたいと思ってるんだけど、まあその中でね、このような形で程度の低い、人々、人間がね、増えているということに嘆かしく思ってしまいますということで、こういうことに関してはどんどん逮捕、そして名前、顔さらした方がいいかなという感じは自分はします、ね、こういった事件がいっぱい今起こってますけど、これは重要だと思います。だから先日煽り運転の事故でね、被害者、容疑者の女性、50歳の女性と間違えられて、勝手に犯人とさせられた、ね、女性、これも気の毒ですけど、この女性に関しても刑事、民事で両方やるというふうに噂を聞いてますので、徹底的にやっていくべきじゃないのかなと思います。とにかく皆さんもこういうもし目にあった場合はね、徹底的に、やるべきだと思います。これはやっぱり完全懲役ということで、善を進め悪を懲らしめるね、こんなのだって普通のガキでしょ。で、チンピラみたいなね、チンピラでもないのにチンピラみたいなね、ことをやってるっていうのはね、ちょっとどうなのかなって思ってしまうんですよ。まあとにかくちょっと今回そう思いました。